こんにちは。今回の気になる男はですね、ちょっと精神のことをね、お話しようかと思います。まあビジネスってのは、多くは精神に依存してるっていうのは、なかなかね、受け入れられない事実なんですよ。でも、この世界で10年以上、まあやってきてる、生き残ってきてる私に言わせると、結局ね、続けられないっていうのは精神の弱さに依存したりとか、それからね、見てるところが全く違ったりとかする選択肢の間違いなんですよね。じゃあちょっとお話ししていきましょうか。 まずはねビジネスは他者との競争ってことを忘れちゃいけないんですよ他の人と競争してるんですよ自分自身であったり商品であったりサービスであったりサポートであったりいつでもお客様とか視聴者さんは最高のものを受け取りたいんですよね、まあ、ですんでお客様視聴者さんっていうのはいろいろな人と比べて1人を選ぶもしくは1つの商品を選んでるこれを忘れないことなんですよじゃあ忘れないために何をすればいいかっていうと ビジネスをしているものっていうのは、いつも他者と自分の勝負をしているっていうことが大事なんですよ。つまり他者にどん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 興味を持たないといけない。自分は人のことなんて興味ありません。自分一人でビジネスやってますっていう人がうまくいくわけないんですよ。ね、常にリサーチをすること。強者、他者のリサーチをするんですよ。うまくいってる人、強い人、賢い人、強大なライバルと自分を比較して強者から学び、 勝ち抜いてほしいと。学び抜いて勝ち抜いてほしいんですよ。だから他の人をちゃんと見ないとダメですよ。特に強い人、賢い人、ね、人気者、売り上げを上げてものすごく成功してる人。で、絶対良くないのが、自分の過去と比べて安心することなんですよ。それはね、自分の過去と比べたら、今日の自分の方が優れてるに決まってるじゃないですか。だから、昔はこうだった自分が、今はこうなってるよって、自己肯定感に、 まあね、酔いしれて何が生まれるんですかと単なる自慢ですかそんな人から何を学ぶんですかというところですよ。あとね劣った誰かと自分を比較ししてて安心している場合でもないんですよですから自分と誰かを比較する際は自分よりもね能力の高い人とかパワーのある人とか人気のある人とかねそういう人と比べて自分はまだまだだなというふうに思い続けないと慢心しますよ。だから常に 小さな自自己否定を自分の中に起こせるかかどうかなんですよこれ人格否定じゃないですからねいつも言いますけども自己否定っていうと自分に自信がなくなるみたいなよくわかんない言い方をする人がいますけども全く違いますからね人格は別に持ってていいんですよ人格は人それぞれ全部を肯定できるんですよでも自己否定ってのは何かっていうと自分にはまだねできることがあるんじゃないかなと救えるお客さんがいるんじゃないかなとあと一個商品売れるんじゃないかなっていうふうに 自自分分が気づいいててない自分の能力を信じてあげることなんですよこれが自己否定ですよ。よくやった自分は精一杯やったんだあれはあれでよかったんだというふうな自己肯定感で何が生まれるんですかということですよね。いうことですよね。だからいつも自分よりも強いもの賢いもの成功している人あこの人はとても叶わないと思える人と付き合いをやめちゃダメです。だからそういう人にはいくらでも投資する価値があります。 この人は自分よりも能力高いなって人にお金を払わずに時間をかけずに誰にお金や時間をかけるんですか自分よりも劣った人ですかどうなんでしょうかやっぱり自分自身ビジネスをしている以上自分の分野で優れた人を見つけてその人にいろんなものを教わったりとかね切磋琢磨したりとかしたいわけじゃないですかそしたらその人の脳みそを借りるわけですからお金は払いましょうっていうことなんですよでどうせお金を払うんだったら この人にはとても叶なわないというふうに一目も二目を置いた人こういう人をいろんな他者の中からリサーチしていくんですよ見つけていくんですよだから他の人に興味がないっていう人はもうすでに成長止まるんですよね自分一人でできることなんてないわけですよここは謙虚に皆さんのおかげっていう気持ちをなくさないこと皆さんと一緒にやっているってことそれは自分のライバルですら自分の敵ですら自分の味方という感じなんですよねこのね 仲間のような敵のような感覚っていうのがビジネスのマインドセットなんですよ。あとね、とてもできないよと思い続けてきた壁に挑戦しないと。その毎日なんですよ。だって自分には生徒さんがいる、視聴者さんがいるわけでしょ。その自分を信じてくれている人がいるのに、すぐにね、いやこれは難しそうだから。いやこれは自分の専門外だから。っていう風うにやっていって、どんな魅力を感じさせるんですかってことですよ。 どんなことにもくじけずに果敢に挑戦していく、さすが塾長だなと思わせるような、そんな戦い方を見たいんじゃないですかね。で、私たちは YouTube で姿形を見せてますから、まあ、ある意味ね、視聴者さんにとってのスーパーヒーローである、そんな側面とか演出もいるわけですよ。いつでも挫折したりとか、いつでも責任回避したり、いつでも優柔不断だったり、確かに一定の安心感を与えられますけども、とてもそんな人に、 学ぼうううとと思思思わわななないいしましまてておお金を払んんですよだからね何か問題が起きた時とかに「あこれは専門じゃないな」とかね自分の専門じゃないっていうふうに嘘そぶくそういうふうに精神に浮かんでくるのも排除しなくてはいけないと思います。不得意分野で勝ちまくれっていう言葉が塾の中にありますこれは常に私にも問いかけてることなんですけどもじゃあいきなりね明日テニスの試合に出てくれって言われて。 経験ありませんけども、よし専門外だけど負けるもんかぐらいの気持ちでね今まで培った人生やビジネスで得た知識情報根性をテニスという全く経験のない分野にも叩きつけることができると思うんですよなぜならビジネスの思考が本当にねお金を稼ぐものとか成功に向かっていくものだったら分野問わずに使えるはずなんですよビジネスの世界では通用するけども、 一歩進んでたら使えませんみたいなのはこれはすでにビジネスの力ではないんですよ。運と偶然によるなせる技でしょうね。だからね、今日のまとめになりますけども自分の人生を生きるならそしてビジネスで生きるなら専門外なんて存在しないってことなんですよ。で、そのぐらいの気持ちで向かっていってもいいんじゃないかなと思います。そして私たちは様々なテーマの中で最終的にはお金を扱ってるわけなんですよ。世の中にお金に 無縁なものってほとんどないとと思いいますということはビジネスでお金の達人になるってことは全ての悩みの達人になるってことと同義語なんじゃないかなっていうふうな精神を持って全てのことに取り組みましょうというのが今回の「気になる男」でございました。以上でですすお疲れ様